このバナーのね、得点があまりにも少ないと友達登録してくれないわけなので、見直すと。まあ、特に100円引きっていうよりも 10% オフってやるのと、まあ、そのお客さんの反応変わりますから、低単価のものと高単価のもので売ってる場合に、やっぱり高単価のものほど割引率で表示した方が反応が良かったりとかしますので、まあ、こういうタイミングでちょっと見直していただくといいかなと思ってますと。はい、皆さんこんばんは。PC マスターズの清水です。今日の公開コンサルティングの前半は、まあ、お買い物マラソンがですね、今事前告知期間中なので、その前にできるようなことをちょっとピックアップしてお届けしたいなと思っておりました。その前にちょっと全然見逃しておりましたが、au ペイマーケットで昨日からですね、誰でもギフトの提供が開始されておりましたと。まあ、住所が分からなくても送れますよということで、まあ、Yahoo さんもソーシャルギフトサービスを提供されてまして、もともと LINE ギフトっていうのがね、結構人気ですけども、au ペイマーケットの方も、この誰でもギフトに対応しているものは、買い物カゴでこの誰でもギフトとして購入すると、あとはこの情報を、まあ、LINE とか SNS で送って、受け取った人が、まあ、受け取りたいっていうと商品が届くということができるようになっておりますと。ということで、まあもちろんね、Yahoo ショッピングがまあ対応しているわけだから、まあこういうのは au さんも対応していくんじゃないかなっていうのはね、前から想像してましたけど、楽天さんはどうなんでしょうね、予定されてるんでしょうかね。まあ、Amazon はもともとウィッシュリストっていうのがあってですね、こう自分が登録しているものを人に代わりに注文してお届けしてあげるっていう機能があったりとかするんですけど、まあ結構こういうものは今後増えてくるのかもしれないですね。はい。まあただ、どうなんでしょうね、実際にこう、注文した後にこう受け取らなければ、まあ、キャンセルになってしまったりとか、いろいろあると思うので、まあ、実際皆さんがね、Yahoo のソーシャルギフトサービスが始まってどうなのかとか、ちょっと、もしなんか情報があればコメントいただけると嬉しいなと思いますと。皆さんもぜひ、この誰でもギフト、チェックしていただくといいんじゃないかなと。まあ、aupayに出店している方ですけどね。今日はまあお買い物マラソンの前にですね、まあ、ちょっとバナーを見直しましょうねっていう話をしました。まずこの共通バナー第1章予約管理っていうのをまあ EC マスターズでですね、買い向けに提供しておりましてですね、買いじゃない方は利用できなければぜひ買いになっていただきたいんですけども、まあこうやってこうバナーを一覧で管理することができますということなので、まずお買い物マラソンでやっていただきたいことは、この LINE の友達バナーがちゃんとこう一番前に来てるかっていうこと、結構なんか下の方にやってほとんど見えてないって方がいらっしゃるのと、あとはこのバナーのね、得点があまりにも少ないと友達登録してくれないわけなので、まあここもちょっと反応が悪ければ見直すと。まあ特に100円引きっていうよりも 10% オフってやるのと、まあそのお客さんの反応変わりますから、低単価のものと高単価のもので売ってる場合に、やっぱり高単価のものほど割引率で表示した方が反応が良かったりとかしますので、まあこういうタイミングでちょっと見直していただくといいかなと思ってますと。であとはですね、お買い物マラソン中にこう皆さんバラエティークーポンとか、まあ、ショップ独自でクーポン配布されると思いますので、まあ、それもあらかじめ、掲載期間を設定しておくことができるんですけど、まあ、終了期間を設定していただくと。配布時間はもう今、事前告知が解禁されてますので、いつからでも表示しておいて全然問題ないと思いますので、バラエティークーポンですね、100円とか300円とか500円オフ対応されている方は、やっていただくと。で、ちなみにバラエティークーポンっていうのは、まあ、ここに出てる通りで皆さんがこう参加されているとですね、こういう種類でいろいろと用意されていると思うんですね。最大 10% ぐらい割引になっちゃうので、まあまあ痛いっていうところで参加してない方も結構いらっしゃると思いますが、参加されている方は、まあ、大体3000ショップ前後ってことなんで、ショップ独自でクーポン発行されてない方はぜひ取り組んでいただきたいと思うんですけど、まあ、ここで注意点ございまして、この共通バナーとかね、これ今ちょっとまた今後改善していくんですけど、一応楽天って10個までバナー出るんですよ。で、ここに登録してるものは10個まで出てしまうので、まあ、今後、表示したくないものとかを設定しようかと思っているんですけども、全部10個バナーを表示すればいいかっていうとですね、まあ、はてなって感じですね。まあ、というのもですね、例えば、まあ、おおむねスマホで皆さん見に来られると思うので、まあ、こういう形でページが表示されてると思うんですけど、このバナーがね、多いと結局見てもらえなくなるってことなので、まあ3枚とか5枚とかやっていただくと。で、まあクーポンたくさん並べれば並べるほどめんどくさくなっちまうので、まあ、そういう場合は最大のお得なクーポンを目立たせといて、リンク先にこのクーポン並べておくとかっていうこともおすすめかなと思います。なので、たくさん何でも並べればいいっていうわけではないので、こういう大バナーとかですね、活用される方は、ぜひちょっとこのバナーの数もちょっと意識していただくといいかなと思ってますと。お買い物マラソンも楽天スーパーセールもそうなんですけども、まあ、これはただ楽天がイベントをやってることなんですよね。ということなんですけど、まあ決して
お店がこの期間中に必ず合わせてイベントしなきゃいけないってわけではないと。スーパーセールの場合で言うと、例えばこの1週間の中で前半3日間しかやらないとか、1日だけしかやらないとか、2回に分けてセール商品を出すってこともできるんですよ。お買い物マラソンの場合はもちろん、ちょっと早めにフライングでイベントをやってるショップもあれば、ちょっと長くイベントをやってるショップさんもあったりとかするんですね。というのも、今回は5月16日1時59分で終了するってことですよね。で、1時59分で終了して、でその商品のランキングっていうのはこの日の、朝の10時ぐらいでしたっけ、更新されて、また検索順位が上がってランキングから入ってくるわけなので、例えば本当にこのぴったりでしか使えないクーポンを配っていると、その次の日はクーポン使えないのでお得じゃないよねみたいな、こう矛盾が生じたりとかするので、いろいろとこう皆さんね、駆使されてますと。例えばランキングで言うと、今母の日なんで、もう母の日ざまいですけどね、母の日まだ間に合うが多いんですけど、いろんなものがこう販売されている中に、一応ここにクーポンランキングっていうのもありますと。でクーポンランキング見ていただくと、例えば飯坂さんは今日24時間限定でクーポン配ったりとかして、ちょっと早めにやってたりとかしてますよね。母の日早割りの駆け込みもあれば、商品を指定するとかですね。お買い物マラソンって結局楽天市場の中でたくさん買えばポイント倍率が増えてお買い物がお得ですよってことなんで、お店単体としては全く関係ないので、ちゃんとお店の中ではこの商品だけに使えるクーポンですよとかっていうのも考えておくのは結構大事かなと。なのでこういうところで全品何でも使えますよっていうバラエティークーポンをやればやるほど、正直単なる値引きになってしまいますので、そうではなくて3点以上で割引くってみたいな、まとめ買いを促進するとか、そういうこともですね、合わせてこうマラソン期間中に準備しておくといいかなと思います。特にこのお買い物マラソンのポイントというとですね、お買い物マラソンはご存知の通りですね、買い回り1件が1000円っていう上限がありますよね。なのでもちろん1000円のものだけ買われてしまって、もうちょっともったいないという部分もありますから、ちゃんとこうたくさん買ってもらえるような施策をしておくっていうのは結構ポイントかなと思います。なので通常の皆さんの客単価が例えば3000円ぐらいであれば、3500円以上で使えるクーポンを配布するとか、もっと上限高くして1万円以上で使える 10% 割引のクーポンを配布しておくとかってやると、まとめて買ってくれる方が増えて、利益率じゃなくて利益額が増えるっていうこともできますので、そういうのやっていただくと。あとね、やっぱこうスタートダッシュクーポン、皆さんね、こういう楽天のイベントに乗っかって最初思いっきりこれでね、売上実績を作って検索順位上げてランキング載せるみたいなことをやってるショップさんも結構多いなっていうのありますね。で今回の、楽天にはですね、このお気に入り登録を5アイテムするとエントリーしておくと100円オフのクーポンがもらえますよっていうキャンペーンもやってます。でこういうのを、もし事前にうちの商品をお気に入りに入れてねみたいな話でこう案内するときに、 PC マスターズの拡張機能を使える方はここからね、例えばこの商品のお気に入りを登録してもらいたいという場合は、この EC5 のツールのこのお気に入り URL のコピーっていうのをしていただくと、この商品ページのお気に入りに登録するための URL が作られます。テキストで貼るときとか、画像で貼るときとかっていうこともできますけども、こういうふうにやっていただくとですね、これをクリックした方はどうなるかっていうと、お気に入りに登録しましたよっていうふうになるということですね。ぜひこういうキャンペーンで便乗するときも、このお気に入りに直接登録できるリンクをうまく駆使していただくといいかなと思います。なくてもね、ここにお気に入りに追加みたいなボタンがあったりとか、スマホで見た場合はこういうマークがついているので、これでもお気に入りに登録しましたよってことができるんですけども、そういうことがお買い物マラソンではこう比較されているということを理解しておくといいんじゃないかなと思います。キーワードの対策とかもね、意外と注文件数だけでっていうと、やっぱりこういうキーワードって必ず検索されますよね。店員ポッキー送料無料とかで、こういうキーワードでちゃんと対策しておくと、こういうところで買い回り対象になるんですけど、これたまにやっちゃう方がいらっしゃいましてですね、1000円でクーポン100円引き使えると900円になって買い回り対象にならないって、結局買ってくれないみたいなことになったりとかするので、何でもかんでもね、クーポンばらまいて1000円で商品登録すればいいってわけではないので、その辺もうまく考えながらですね、ちょっとこういうふうに入り口になるような1000円商品を用意しておくっていうのは結構大事かなと。通常ちょっと1000円より高いものを新規のお客さんに知ってもらうっていう旨で1000円にして販売するっていうのも一つの方法かなと思います。私もですね、楽天マニアなもんですから、買い物マラソンでだいたいこう普段買ってるものを買うんですよ。で、あとちょっとでポイント買い回り増えるなと思った場合は、意外とこういうところのですね、1000円ポッキリアイテムみたいなリンクが出てくるので、そういうところから商品を探す方もいらっしゃったりとかするので、そういうニーズのある商品の方は広告を使ってですね、こういうところに登録するといいかと思いますが、毎回こう買い物マラソンに関してはこうプロモーション枠としてですね、こういう広告期間の販売されているということで、こういう1000円ポッキリアイテム広告とかあるんですよね。こういうのはちょっとね、予算と照らし合わせながら、こううちは売れるなっていう場合はこういう広告額を、こういうのが必ず案内がありますので、早めに見ていただいてですね、やっていただくといいんじゃないかなと思いますね。
こういうクーポン広告っていうのもおすすめでして、今クーポン有料化になりましたので51枚以上50円かかりますけど、こういう広告枠でクーポンを参加する場合はクーポン費用を楽天が負担してくれるみたいな、クーポン費用というかそのクーポンの手数料50円がかからないっていう広告メニューもあるので、そういう部分もうまくこう見極めながらですね、マラソン中に広告を使うっていうのも一つかなと思います。まあ、とにかくバナー出しっぱなしの方ね、たまにいらっしゃるので、はい、ぜひちょっと魅力的にしていただきたいなというのと、石井正人クラブの会員の方はですね、私が先週やった公開コンサルティングの動画がここに載ってると思うんですね。ちょっとキャンバーを使ってこんな感じで簡単に動くバナーが作れますので、キャンバーめっちゃ便利ですよねってことで結構感想いただいてるので、ぜひ岡山のマラソン中でも構いませんので、ちょっとバナーをアップデートしていただくといいかなと思います。はい、ということで、お買い物マラソン事前告知期間中にできるポイントでした。 EC マッサージチャンネルのご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄のセミナー情報もチェックしてみてください。今後もネットショップのためになる情報をアップしていきますので、次回の動画でお会いしましょう。